ルの秘密。そのチョーカーを持っておじいちゃんはドールランドにいるの？そう、これはリカが生まれる前のお話よ。お母さんは女王に即位するため決められた時間を人間界で過ごしてドールランドに戻ってきたの。ところが人間の世界で出会ったお父さんのことがどうしても忘れられなかった。綺麗な街。思い出すな。僕の父はね、車に人形をいっぱい積んでいろいろな町の子供たちに人形劇を見せて歩いていたんだ。子供の僕も一緒にいろいろな町を回った。楽しかったよ。たくさんの人形たちが踊る場面が好きだった。そして僕はオルゴールの音楽を作るようになったんだ。これは僕が初めて作った思い出のオルゴールです。あなたに受け取ってほしい。このままではとてもオリエは女王に即位できない。ピエールのことが忘れられないのでしょう。親としては思いを遂げさせてやれるものならやりたいが、それはドールランドの掟を破ることになる。八重さんに相談してみましょうか。そうですか、オリエが人間をね。わかりました。森の神アルに頼んでみましょう。八重おば様はかつてお母さんと同じように人間の男性に恋をして女王の座を七重おば様にお譲りになった人なの。お母さんとお父さんのことをお願いするためにおば様は森の神に会いに行ってくれたのです。ところがお城に戻ったおば様は優しい八重おば様とはすっかり変わってしまいました。ドールランドの掟に背き人間の男を恋した女など女王にするわけにはいかん。姉上、どうなさったのです？これからはこの私がドールランドの女王となる。八重おば様は森でデボールに襲われ心を支配されてしまったのです。危険を感じた私たちはお城を後にして。私はここで追っ手を食い止める。大丈夫、私はアルの森へ行く。お前たちはこれを持ってひとまず人間界へ逃げるんだ。そんな、アルの森に踏み込んだら出られなくなります。何かあれば私をこのチョーカーが守ってくれる。もう時間がない、早く。それでおじいちゃんは？それっきり会えなくなってしまったのよ。おじいちゃんは大丈夫なの？大丈夫、ドール泉が動いてるでしょ。おじいさまがどこかでいつもリカを守ってくださってるということよ。おじいちゃんが私を守ってくれている。何、フランツがアルの森の中からドール泉を動かしてる？おじいちゃんはコーリングチョーカーを持ったまま今も森の中に閉じ込められているらしいの。コーリングチョーカー？うん。チョーカーってどんなものだよ。首にするもの。なんだ、首飾りのことか。一つ不思議なことがあります。なんだよ。リカちゃんのおじいちゃんが森に閉じ込められたままだとしたらどうやってドール泉を動かしてるんでしょうか。そうだよな。あるよ、姿を現したまえ。
おアル、私の願いを聞き入れたまえ。この森をさまよい続けているフランツにどうか会わせておくれ。待て、フランツはどこにいる？ここだ。デボール、何の用だ？フランツ、やはりここにいたか。私はアル様の聖域の中にいる。外へ出ることもできないが、お前の魔力も届かない。そなた、この森の中から私の邪魔をしているではないか。ドール泉のことか。この森からでも私にはリカを守ることはできるのだ。そんなはずはない。誰かがお前に代わってドール泉を動かしているのだな。どうとでも思うがいい。リカを連れてこなければドールランドも消滅してしまうのだぞ。その前に必ずドールナイツがお前を倒しに来る。黙れ。ミスティ、ミスティ。そんなに大きな声出さなくたって聞こえてるわ。お前はオースラへ行き、ドール泉を動かしているものを探し出すのだ。お安いご用よ。コーリングチョーカーを持ってるものを探せばいいんでしょ。ドールナイツを甘く見るでないぞ。考えられるケースは二つあります。なんだよ。一つはリカちゃんのおじいちゃんがこの町のどこかにいるということです。じゃあどうして会いに来ないの？そうです。そこでもう一つ、おじいちゃんはコーリングチョーカーを誰かに預けたのかもしれませんね。誰かって？リカちゃんのそばにいる人よ。だって泉さんはいつもリカちゃんを守ってくれるでしょ。そうか、チョーカーを持ってる奴がドール泉を動かしてるわけだな。もしそうだとすると誰なんですかね。うん、ん？あれ？ちょっと、どうしたのダイ？あいつら何やってんだ？兄さん、これどう？あ、首飾り。チョーカーって言うのよ。だ？あのチョーカーもしかしたら、おばあちゃんが言ってたコーリングチョーカーによく似ている。そうか、あいつらだったんだ。まさかあの人たちだなんて。そうですよ、あの人たちはずっとリカちゃんをさらおうとしてたじゃないですか。とにかく行くぞ。はあ、ダイ見つけたぞ。何よ。それがコーリングチョーカーか。コーリングチョーカー、やっぱりそうか。今までこれでこっそりリカのやつを守ってたってわけだ。案外いいやつらだったんだな。そうだったのか、ブルー。違うわよ、兄さんまで何言ってんのよ。これがコーリングチョーカーなわけないじゃない。隠さなくてもいいさ。それでドール泉が動かせるんだろう。違うってば。はあ、似ているけどコーリングチョーカーじゃない。え？こちらのチョーカーは今年の新作でして。ドールリカ、お前もその目で見てきた通り、ドールランドはデボールに支配されているのです。今リカをあの国にやるわけにはいかないのです。こうしてドールナイツが揃ってくれてよかった。ドールイサムを取り戻してくれてありがとう。ドールリカ、ドールイサム、デボールのもとでさぞかし悔しい思いをしたことでしょう。これからはみんなで力を合わせてリカを守ってくださいね。